食品秋田県の会社です。お祭りラーメン棒状醤油味2人前、棒状のフライ麺に液体スープがついています。麺は2ミリの角断麺で表面は滑らかです。指定時間通りに茹でるとちょっと柔らかめに感じるので3分程度で切り上げるのがいいでしょう。色は淡い黄色ですが、中華麺らしい香りはほとんどしません。食感を含めて、ラーメンとそうめんの中間的な麺だと思いました。スープは透明感がある濃い茶色です。表面に浮く油が動物性のこってりした力強さを出していますが、スープそのものはやや素っ気なく、余分な装飾のない醤油味だと感じました。鶏ガラの旨味も派手さはありません。また辛い刺激もありません。具はメンマやチャーシューなど醤油味の定番系が良さそうで、あまり主張が強い味だと製品の味を壊してしまいそうです。お祭りラーメンといっても特に勇壮さは感じず、気まじめな味だと思いました。みんな大好きトンタンチ。